豪華ハワイロケで始まるトベの新番組、トゥービーンがファンに大きな期待を呼ぶ。11月23日、滝沢秀明式キールエンターテインメントカンパニー、トベが待望の新番組、トゥービーンを発表し、初回がハワイロケで行われることが発表されました。この生配信は、 トレの公式 YouTube チャンネルで11月25日午後7時から行われ、所属アーティストたちが一堂に会する様子が収められます。番組の構成には相当な予算と力が注がれ、その内容について期待が高まっています。 ルービーの特徴と期待とべの公式ツイッターでは番組が予定されている日時に関して所属アーティストが集結する瞬間をお見逃しなくと呼びかけられハッシュタグにはとべ所属の三宅県北山博光平野志洋神宮寺裕太岸裕太によるナンバー I が名を連ねていますこのメンバーの参加によりとべのオールスター出演が 待されるとともに、初回がハワイロケであることから、驚きと興奮が広がっています。d ー b e e n の位置づけ最近の YouTube は、テレビのバラエティ番組に匹敵する高品質な動画が多く投稿され、それに乗じてとべも新番組、d ー b e e n を本格的な YouTube 番組に仕上げる意向のようです。ワイドショー関係者は、 ハワイでのロケは飛べの新番組が地上波番組と肩を並べるほどのクオリティを持つことを意味しているのではないか、と分析しています。ファンの期待すでに飛べタレントがハワイで目撃された情報が多くのファンの間で共有されており、寝起きドッキリ、初回はハワイロケオールロケなのかトークありなのか歌やダンスの披露もあるのか楽しみを膨らませて待ってます。 といったコメントが SNS 上に寄せられています。ファンたちは、ハワイでのロケがどのような展開を見せるのか、興奮と期待を募らせています。歌版との連想ファンの中には番組の文字のフォントや語感からかつてジャニーズ事務所が制作した人気音楽バラエティ番組歌版を連想する声も上がっています。そして、ワイドショー関係者によれば、 トベのナンバーアイがデビュー曲を披露する可能性や来年3月には東京ドームでの大を披露目ライブが行われる噂が業界内で囁かれているとのことです。地上波テレビとの競合。 ジュービンの初回配信が地上並テレビで嵐相馬正輝がマックを務めるあーみんなの動物園やセクシーゾーン菊池風磨とスノーマン向井安二が出演する芸能人が本気で考えたドッキリ GP などと同じ時間帯に放送されることから競合が懸念されています。トベのナンバーアイの人気は非常に高くハワイロケを観光したことで ルービーンが地上波テレビから一定数の視聴者を奪う可能性も考えられます。ナンバーアイの人気と影響力ナンバーアイの人気は驚異的で、ライブ配信で同時接続者数を示す同説が102万人を突破するなど、その影響力は計り知れません。 特に11月20日から26日にかけて行われたイブサンローランの香水、リーブラ、リブレとのタイアップにおいて混雑が予想を超える状況となり、プロモーションビデオの上映が安全上の懸念から終了する異例の事態となりました。 トベの未発表プロジェクトトベはまだ発表されていない新人タレント募集オーディションの結果やナンバーアイのデビュー曲、そして来年3月に噂されている大お披露ライブなど、数々の未発表プロジェクトを抱えています。これらの隠し玉がどのように明らかにされるのか、トベの新番組、ドゥービーンのスタートが非常に注目されています。 ルービーの初回配信がハワイでのロケを観光するなど非常に力を入れた構成であることは明白です。ナンバーアイのファンを中心に多くの期待と興奮が寄せられています。トベが YouTube で地上波テレビに匹敵するクオリティの番組を制作し、ファンを引き込むことができるか。 そして未発表プロジェクトがどのように発表されるのか、11月25日の初回配信がますます楽しみです。